都西大塚古墳は、栃木県宇都宮市上五歳町に存在する円墳である。通常は単に大塚古墳と呼ぶ。大塚古墳は、直径53.4メートル、高さ6.2メートルの二段築成の大型円墳である。一段目円墳の高さは3.4メートルで、この上に高さ2.8メートルの二段目円墳が乗っている。二段目円墳の頂上には、 計9メートルの平坦部があり、はじめと円水型の全国的にも珍しい美しい円墳として知られる。墳の終縁部には、北西側から東側にかけて、幅約6.6メートル、深さ約1.3メートルほどの修行が現存する。1965年に石室が洞窟され詳細は不明だが、現室は長さ5.17メートル、 1> 幅1.8から2.1メートル、高さ1.75から2.14メートル、業界岸、割石の平積み横穴式し室と推定されており、築造年代は古墳時代後期の6世紀後半と考えられている。追悼が行われた形跡がある。副葬品に関する記録は残っていない。洞窟を受けた緊急調査であったため、埋まっている沿道は調査されていない。 1956年6月30日、同じく市内の笹塚古墳と共に、栃木県指定史跡に指定されている。王子の古墳群大塚古墳は、宇都宮市北部の宇都宮丘陵の南部、戸祭山の北側の田川西岸に立地する。周辺には、東墳をはじめ、谷口山古墳や北山古墳群、河原塚古墳群、長岡百血古墳などの古代古墳群、また、 奈良時代の遺跡である、水道山画用跡などの古代遺跡が数多く、認められており、豊里真滅場の道が整備されている。大塚古墳のすぐ北側の山中には、数基の円墳からなる王子の古墳群がある。路線バス車、ありがとうございます。